どうもトレインです。本日はマリオカート実況やっていこうと思います。よろしくお願いいたします。最初のコースは 150cc のスカイガーデンとでね、今日スーツ着る用事があってもう脱ぐのもめんどくさかったんでそのままスーツ着て、撮影を行おうと思います。よろしくお願いいたします。スーツトレインで、やっていきます。あ、ちなみに今のネタぶっ込んだは 100% の、リスペクトなので、ぜひともねお許しいただけたらなと思います。さあどうしようかな。このコース、スカイガーデンというのは結構前が強いコースなのでなるべく頑張って1位に躍り出るように立ち回っていきたいところなのでまずはねここ最初頑張って走っていきますと。さあ1位の人がコイン持ってるけどこれ裏に防御アイテムとか持ってんのかな、まあわかんないけど、まあ1位出ちゃったんでまあこれは恩恵に預かりつつ、走っていきますか。やばい、ちょっと壁に当たった、壁というか雲に当たったけどまあうまいことどうにかしていきまして、ちょっと待ってこれやばいな、これライン危な結構カツカツ攻めすぎて落ちたかなと思ったけどもなんとか耐えた。で結構後ろが詰まってんだよね。ちょっと待って、コントローラーがバグってる。いやー前出られちゃったな。んー、まあさすがにこれ後ろ投げてこないと思うからまあ一旦様子見でいきますか。やばいな、ちょっと壁というか1位の緑コーラに当たりそうなんで当たらない程度のライン取りで走っていこうかなと思います。まあこうなると多分トゲゾを飛んできても譲り合いになりそうだからあんま良くないよね正直。さあコイン取っていきまして、2位の人が多分あ危な、ラッキー1位の人だけ落とされてた。よし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 、これはもう狙ってましたね。逆に落ちたのがもう戦術まであったかもしれない。さあここはしっかりとジャンプかましていきまして、よいしょ。さあ1位に踊り出たけど、うーんこれどうしようかな、これ後ろの人よいしょ、しっかり当ててる、いいバックスナー決めていった。まあこうなったらもうダブル防御も引いてるんでまあ下手に攻撃せず、そのままね逃げ切りを狙っていこうかなと思います。なんかやっぱコントローラーの違和感がすごいなまあまあまあいい、言い訳はいい。さあトゲゾ飛んできたんでまあこれはねおとなしく食らいましょうか。よいしょ。さあ赤コーラケツつけて、まあ、抜かされないようにねうまいコートしていきます。うわーこれ赤コーラできたら消しときたかったけどこれ後ろ赤さんじゃ終わった。よーしオッケー、しっかりと赤さんをボムヘで爆殺し散らかしまして、しっかりとね耐えていきますと。オッケー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 。さあここも落ちないように、やばいやばい、ああやばい、これ行ったら落ちるんだって、行ったら落ちるから戻らないといけないんだけどこれ戻ったら抜かされるやつ、終わったおい最後の最後でそういう負け方ある、嘘でしょもう行くんじゃなかったわマジではい本日もよろしくお願いしますさあ2レース目は DK ジャングル。いやーマジでさっきのレース、ちょっと待ってめっちゃ押されためっちゃ押されたんだけど、ちょっと待ってね、押されたからしっかりとライン取り、やばい、ちょっと待ってめっちゃ押されるやんもうその押されはどうしようもないんだよな。まあこうなった以上はちょっと後ろから頑張ってね上がっていきますか。さあまずはしっかりとねコインを回収していきます。よー危な、絶対取られると思ったからシングルアイテムで妥協していきまして、ここのアウトのコイン、そして敵が落としたコインをしっかりと回収して、10枚までねしっかり集めていきます。コイン集めることでマシンスピード上がっていきますので、おい早く走れ早く走れ、そんな赤コーラだらだら持っていかれたらさすがにねどうしようもないからね。さあ7位でちょっと微妙だな、これ裏が赤コーラなんでそんなに上がれないんで、まあパッパと前行きたいところでありますねこれ。さあなんか近づいてキノコ使って近づいてくる村人がめちゃくちゃ怖い。さあアイテム次はキノさんか、裏にキノさん引いたからこれもうまいタイミングで上がっていきたいんだけど、これまた怖いな、赤コーラ当たんないように、おラッキー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 と思ったけど裏にミドさんか、さすがにこれはやば危な、ラッキーラッキーラッキー、これはボムヘをねイン側でスリーとね抜けて、うまいことで前に出ていきますと。さあこれどうしようかな、これ2位の人食べちゃってもいいな賞味、よいしょ、まあ、食べちゃってもいいんでうまいこと距離を詰めながら、よいしょ、パックンチョパックンチョパックンチョ、当たってないな、やーお前嘘ほんな、どっかから来たファイアボール当たっちゃったな、いやー今のきついな、いやーサンダーしかも振ったけどこれ目の前によいしょキノコが落ちてくれたおかげでなんとか復帰はできてるけども、コインが足りなすぎる状況といったところ。さあジャンプアクションちょっとかまして、うまいことシティシティちょっとできてないけどまあまあいいわ。そうだな、やばいまたファイヤー来てる、いや怖すぎ怖すぎ、やばい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 、絡まれた絡まれた、いやーこれきつくない、これだいぶ、いやーキノコ引いたけど、周りが赤コーラやらなんやら持ってるからそんなに前に出れない状況を、これ厳しいな、まあ、ただ2位の人が、まあ、ちょっかいかけてくれたら、
あのなんとか上がれなくもなくはないといったところか、さあ木野さん引いた、よしよし赤コーラ投げてる、いやーお前そこでテレサ飛んだって、お前バカ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 、終わる終わる終わる、やん、いけ抜かせ、いやーくそー惜しいんだよな、なんかあれ絶対記録を取られてなかったら1位いってないでしょ、なんか2レースずっと悔しい展開ばっかだな、なんかはい次レース行きましょうさあ3レース目は次はスカイガーデンのミラーコース、いやーちょっとさっきの展開マジで悔しかったから、ここでねあのリベンジしていきたいところである、さあここはしっかりとダブルアイテムをしつけて回収していきます、さあ緑コーラ引いたのでこれはケツつけて、まあ、ちょっかいかけられないようにねしていきます、さあまあ1位で抜けれたからいい感じかな、これ後ろのやつは緑コーラで赤コーラ持ってる素振りはないように見えるけどどうなんだろうな、わかんねえよな、さあ壁ゴーンと当ててよいしょ、ここも壁ゴーン当てて、持ってはなさそう、持ってはなさそうだから大丈夫、さあ緑コーラ引いたで結構いい感じに走れて1位出れてるんで、あーこれもなんか変なこと、そうなんだね、変なこと起きなければ勝てるんだけど、さっきから変なこと結構起きてるから怖いんだよな、とりあえずこれ緑コーラ後ろ投げて、まあ、ちょっとでも当たればラッキーぐらいの気持ちで、投げに行きます、かつ、1位で、トゲゾーアイテム消せるクラクションというアイテムをね、引くために、アイテム回しながら走ってまいります、さあマップ見る感じだと結構ニートのさ空いてるね、まあ、これかなりいい感じだね、さやばいちょっとミスったけど、まあまあまあいいわいいわ、まあ、こんだけ空いてたらなんとかなると思うんで、さあ赤コーラが1個飛んできた、おーおい来た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 、今日そういう日だな、もうちょっとやめてくれよマジで、もう2つ目やめろよ、やめろよマジで、いや怖い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 、マジでこの部屋何が起きるか分かんないからマジでやめろ、来た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 と思ったけど俺じゃなかった、よかったポイント置いといたろ、バナナの後ろじゃないな、コインの後ろぐらいに置いといたら、まあなんか当たってくれないかなみたいな、そういう期待を込めて置きました、さあちょっとおバナナ落ちてる、バナナじゃないキノコ落ちてる、さあ赤コーラ、えなんかえちょっと待ってキノコ、えちょえ俺めっちゃ赤コーラなんだ、バナナかバナナつけたつもりで、ね、なんかついてなかったわ、え待て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 、いやいやいや、さすがに勝つ、さすがに勝たせて、さすがにこのレース勝たせて、さすがに危ない、当たんないように避けていきまして、さあ UMT 出して、いやートゲゾー来た、いやバナナで経験したかったけどちょっとミスったけど、まあ赤コーラ飛んできたからなんとか防いで、いや1個のキノコのヨッシーなら負けない、危ない危ない危ない、よしよし、いやーかけ1、よっしゃオッケーいや危ないマジで、いやまあちょっとね1ミス自分のあれもあったけど、いやマジ今日なんか呪われてる気がするわ、よしね、とりあえずまあ一勝ということで、ね、次です行きましょうさあ4レース目はワリオスタジアム、まあ、このコースは結構1位で走るのが強いコースなので、まあ初動1位でスタートできたのはかなり美味しい展開ではある、さあしつかいとインについて、まあ、ここはね確実にダブル割っていくためによいしょラインをね、整えておきます、さあバナナと、コイン引いた、まあ、コインもすぐ集まるので先にこれはまあ防御優先でバナナをつけておきますか、さあインつきましてよいしょ、うんーまあとりあえずイン側にバナナ置いておきますか、なんとなくね、おっとボム兵引いたけどここのボム兵マジ当たるからよいしょ早めにね着地して、ボム兵を置いてなんとか赤コーラを防いでいきます、あこれ結構ボム兵持ってると赤コーラ当たりやすいんで割と気をつけた方がいいですね、さあボム兵引いた、ボム兵引いたけどトゲゾ早いなこれめちゃくちゃ早いやん、いやまあいいダッシュボード自体なんでそんなに痛くはない、もうなんなら痛くないどころか2位が近づいてきてバクンとオッケーよし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 、いい感じいい感じに利用していく、さあ赤コーラ飛んできたんでこれはバナナ、使って、守っていくんだけどサンダー危ない、ここ飛びながら走ってる時に落ちてたらやばかったな、ちょっと待って、なんかきんまり上がってきてるんだけど、あいつ絶対テレサで回避してきたでしょ、やばい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 、あいつがなんか赤コーラとか持ってたら終わるんだけど、やばいやばいやばい、なんとか追いつかれずに済んだけど何持ってるか分かんないもんな、怖マジでさあここは斜めグライダーという技を使って少し加速して逃げていきます、いやーこれな緑コーラ投げて隔離していきたいんだけど、さあ赤コーラは俺じゃない、よし俺じゃないなら大丈夫、やばい金マリ2位で光ってるんだけど、あいつがなんかこう後ろの順位のやつに絡まれてなかったら結構やばかったな、ちょっと待てー、トゲゾー飛んできた、まずいそれはまずい、いやこれどうするどうするどうする、考えろ考えろ俺考えろ俺、いやここはラッキー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 、よしよしよし、サンダー食らうことで逆に軽減していく、オッケーオッケーオッケー、いやこれはワンチャンある、いやでもまたピンクヨシ上がってきた、怖い怖い怖い、頼むよ赤さんとか引かないでくれよ、いやこれ一応テレサケアで赤コーラが飛んでくるまでは
コインを表に出して、置きますと、さあジャンプアクションかまして赤コーラ飛んできてるけど大丈夫と、オーケーチー、よっしゃオーケーまあね、赤コーラじゃないね、時速2発食らってもね、なんとか逃げ切っていくと、シャオケーまあでもヒヤヒヤしたね本当にもうこの辺多分いつ負けてもおかしくない気がするからね次です、行きましょうさあ5レース目はネオクッパシティ、まあ、このコースも結構1スタート有利だから、まあ逃げ切っていきたいところなんだけど、ここで赤コーラが飛んでこなかったら逃げ切れる可能性大、飛んでこな飛んで、おぶろおぶろ、俺じゃなくてよかった、よしよし、あーでもここのアイテム取り逃し痛いな、ここしっかりダブルアイテム割っといたら、まあ、勝ち筋熱かっただろうけど、まあこれはちょっともう仕方ない、取り逃したもんは仕方ないんで、コイン表を出しっぱなしにしとくことで、裏のアイテム持ってますよアピールしてたんだけど、赤コーラ投げられて、無事失速と、うん、あでもなんかみんな潰し合ってるおかげでなんやかんや2位に戻れたけど、1位がやばいやつになった、1位がやばいやつになった、あれどうしようかな、まあ、とりあえずこれは2位のキャッツを、葬り去って、うわ1位はこれさすがに、いやバックスナ飛んでくるよな、怖いな、飛んできてもいいように一応警戒しながら走るけど、まあこれもちょっとトゲゾウが飛んで危ない、あー こいつ攻めてくるタイプね、はい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 、攻めてくるタイプならちょっと当たんないように警戒しながら走るしかないね、いや怖っ、やめろ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 、マジで怖いマジで怖いマジで怖い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 、いやービビって落ちた、はいはい、一旦キノコ使って、やばい危ないの狙ってきてる、ちょっとごめんな、いやー自爆した完全自爆した、ちょまずいまずいまずい、コインめっちゃ減った、終わったやったー勝ちで、こっから勝つ方法あるかな、うーんどうだろう、 あるかな、いやあるとしたらサンダー回避だから、ここはちょっとキノコじゃないわ、スター引きに行きましょう、よいしょ、さあ金キノコいやーここでなー、あの昨日なんだろう、スター引けて上がれたらワンチャンあったんだけど、どうだろうな、さあ赤さん引いた、まあ、これ投げるけど、いやーそうだよね、引けてたら勝ってたでしょこれいやーもったいないことしたな、まあ、そもそも言えば俺がミスって落ちなければこんなことにはなってなかったはずなんだよ、本当にバカしたな、潰し合い潰し合い、やばい赤コーラの前出ちゃった、なんとか、あー終わった、ダメだ、ちょっとお前だけでも持っていく、よし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 、お前だけでも持っていく、耐える、俺はこの自分の順位で耐える、まあ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 4位だったけど、ちょっともう内容としてはもうゴミカスみたいなレースだったからねちょっと次レースしっかりね取っていきたいと思います、しゃあさあ6レース目はエレクトロドリーム、さあまずコインしつかい集めていきたいんだけど、まあさすがにまあ取られていくと、さあアイテム取って何いけるか、赤コーラか、まあ赤コーラ持っててもなそんなに強くないから、ちょっと待って、お前マジで俺のコイン取りに来るな、うーんどうしようかな、まあ赤コーラなんかね後ろの村人も持ってんだよな、ちょっと当てに行くか、うらうらうら、やばい、ちょっと待って、あー一番平和になった、一番平和でいい、うん、喧嘩しないのが一番、マリオカートにおいてもやっぱ喧嘩しちゃうとね、こう狙い狙われのね関係ができちゃうとやっぱりね不利益被っちゃうのでね、ああいうね平和的解決、やばい危なガチで終わったかと思った、まあなんとかね当たらずに済んでいくと、さあここちょっと止まることで、キノコうまいコート引いてね上に上がっていこうと思うんだけど、おーちょっと待って、何その緑コーラじゃない赤コーラだなんで獣医が飛んでくんのバグってますね、さあとりあえずここちょっとミスりつつもあるけど、コイン回収していけたらなと思ったんだけど、ちょっとこれも厳しそうだな、さあここもコイン回収して、まあどっか上がれそうなタイミングで上がっていきたいね、さあ6位入った、あこれ7位の人がブーメラン持ってるのか、なんかどっかから、あーもう無理、それはさすがにどうしようもない、やばい、あ投げてくる、こいつ一緒投げてくる、危ない危ない危ない、よしよしよし、当たんないだけマシ、うーんまあ6位か、まあこれキノコ引っかってまあうまいこと上に上がっていけたらなといったところかしらね、まあやっぱあれだね、あとサンダーが怖いかな、これキノコ持ってたら多分勝てるんで、まあ、サンダーさえ来なければよいしょー、さあショートカットで一気に1位に踊りで散らかしていくと、さあトゲゾウ飛んできました、まあ、これはうまいこと2位以降巻き込んでよいしょ、少しブレーキ踏みつつ、なんていうんかな、トゲ回避を決めていきます、さあ危ない、バナナ危ない、しっかりと避けていきます、あははは2位の下上がったって言った、まあここはねあのバナナちょっと当たってもおかしくなくはなかったからね、まあ仕方ないとこではある、さあインついて、あとはもうサンダーさえなかったら勝てるよ、これ本当にサンダーなかったら勝てるよ、さあ落ちずにインついて、赤コーラ飛んできて、ドゥー飛んできてるけど大丈夫、さあここはちょっと早めに受けて、はいはい2つ目もしっかり食らって、ショーツカッツして、はい3つ目は間に合わない、オーケーチー、よっしゃオッケーまあ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 いい感じに勝ててね、まあ平和にねいけばなんとか勝てるということで、しゃあ
はい、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。